メインイベント、時間無制限一本勝負 GSC ヘビー級選手権、王者塩崎豪対挑戦者鈴木軍杉浦隆。 GSC ヘビー級王者、プロレスリングのは塩崎豪選手です。2度目の防衛戦、今のお気持ち教えてください。はい、今回の相手が自分がベルトを取った人間ですし、本当に、杉浦隆というレスラーは強さの象徴だと俺は思っているので、また、この2回目の防衛戦で杉浦隆と当たれるということは、この GHC の凄みというものを見せれる相手だと思ってますけども、今回はまた、ルールもありますし、鈴木軍のルールとしてやりますので、また違った戦いになるのかなと思ってます。初防衛を果たした後には三沢さんの家の前でノアのジャージをかけられて再入団となりましたが、改めてこのノア再入団、その気持ち教えていただけますか。そうですね、三沢さんの前でまた入団という形になりまして、プロレスリングノアのレスラーとしてノアを守っていきたいという気持ちに迷いがなくなりましたし、本当にその気持ちを一直線に出していきたいと思ってます。ただ今日の GHC 2度目の防衛戦はランバージャックルールということが決まりました。このルールについてはいかがですか。そうですね、場外に落ちたらリング内に戻されるというルールなんですけども、それだけでは終わらないと思っているので、鈴木君がどんな手で来ようが、自分にも心強い仲間がついてるんで、プロレスリングノアのレスラー仲間がいるので、今回はプロレスリングノアで全体で勝ちにいきたいと思ってます。そして出身の熊本への思いも強いものがあるというふうに伺っています。改めて今日の戦いに向けて、ファンに向けてメッセージをお願いします。はい、向こうがどんな手で来るか分かりませんけども、やられてもやられても立ち上がって必ず勝ちをつかみに行きますので、皆さん応援よろしくお願いします。GHC ヘビー級選手権試合、史上初のランバージャックルール採用。場外での戦いはありません。リング上でのみ勝敗がつく時間無制限の完全決着ルール。さあ、挑戦者鈴木軍の杉浦隆入場してまいりました。やはり手にはパイプ椅子です。復讐の鬼と化したソルジャー杉浦隆が悲しみの花道を行き、今リングを悠然と見渡してこのリングへと入りました。去年11月、一度は別れを告げた緑のマットに3年ぶりに上がった時、直面したのは耳を塞ぎたくなるようなかつてのファンからのブーイング。しかし塩崎はその声を受け止めながら、一歩一歩信頼という名の階段を上がってきました。そしてついに届いた GHC ヘビーのベルト。二度とこのベルトを手にすることはないと思っていた、その剛腕で杉浦から掴み取った箱舟の象徴、ノアの誇りを守る剛腕再び
強い決意でベンジャミンから宝を守りました。初防衛塩崎がもう引き返すことのできない戦いの花道を行き、ノアの誇りとともに今リングインしようとしています。さあ塩崎入った、プロレスリングノア第26代 GHC ヘビー級王者塩崎豪です。今塩崎が GHC ヘビーそのベルトを託しました。このベルトの価値を高める、そう強い気持ちがあります。復讐の鬼と化したソルジャー鈴木軍杉浦隆。赤コーナーチャンピオン240パウンド塩崎ゴー。箱舟の先頭に立つ男、王者ノア塩崎ゴー。さあいよいよ運命のゴングです。因縁の対決、ついに完全決着の時を迎えます。史上初のダンバージャック式 GHC ヘビー王座戦となります。両者のセコンドの人数は同じ、場外に落ちたりエスケープした場合には両軍のセコンドが速やかにリングに戻します。場外カウントはありません。時間無制限一本勝負、完全決着ルールです。勝敗はフォール、ギブアップ、KO のいずれかです。杉浦か塩崎か、今ゴングが鳴らされました。ノアに新しい歴史の1ページが加わることになります。史上初のダンバージャックルールでの GHC ヘビー級選手権。まず両者中央で組み合う、うなりを上げるように声を漏らしながらじりじりと前に出ていくのは王者です。プロレスリングのは塩崎。クリーンブレイクです。さあ解説は佐久間さん、はい、楽しみな一戦になりました。そうですね、まあ、やっぱりね今回はランバージャック形式ということでね、はい、まあ、もちろんリング上で戦っている分には問題ないんですけど、もう今4人ずつ両サイドセコンドについてますけど、まあね、場外に落ちた時ですよね、速やかにリングに上げるだけではなくて何かしらの、ね、攻撃を加えるということは十分あっといったから、ね、いや佐久間さん杉浦行きましたね。まあ、やっぱ杉浦今回は、ね、5月の時はチャンピオンでしたけど今度は挑戦者ですからどんどん仕掛けて、ね、奪いに行く戦い方になりますからね、はい、これはもう前回のタイトルマッチとは違う戦いになりますよね、さあそしてロープから体をぶつけ合います。ファーストコント2つ目も互角、さあ3つ目は蹴りでいきました杉浦。そしてロープに振ってここは飛んでいった塩崎、飛んでいきました。あ、杉浦ここ、ね、あとこれは場外いった。こうなるとすぐに戻されま す、ね、はい、これがランバージャック式のルールです。まあ、本来の、ね、こう戦いでしたら一旦場外によって呼吸を整えてというところがあるんですけどそれができないというのは試合形式ですよね、はい、場外に落ちたりエスケープした場合にはセコンドが速やかにリングに戻すそのルールになっています。あっと来た。そのため先ほどのようにこのようにダメージを受けてエスケープしてもただ今回今度ノアサイドのセコンドああ速やかに上げましたね、はい、そうなんですよね。これ逆側のコーナーに落ちた時にどうなるかっていうのがねまたありますよね、杉浦が鈴木軍サイドのコーナーに落ちた時に果たして速やかに上げるのかこのあたりという駆け引きもセコンド陣には出てきますね、はい、もう1週間前に後楽園での前哨戦で鈴木みのるがこのランバージャックルールを提案しました。その場で勝負した塩崎、それによってこの史上初 GHC ヘビーダンバージャックルールとなります。さあ逆水平、この自慢の逆水平剛腕振り抜いてきます。やはりこの逆水平連打でいった。さあそして杉浦は場外、これはすぐに戻さなければいけません。矢坂さん、すぐに戻しましたね、
まあ、あの正々堂々という言い方をしてましたしね、はい、これがまあこのまま続くのかですよね。今その鈴木軍のセコンドの面々も塩崎が一つ見やりました。鈴木のるは正々堂々とこの塩崎と杉浦この二人で決着をつけろ、ルールにのっとって戦え、そう話していました。ただ不敵に笑っています。今はダメージを受けた杉浦をすぐに戻した鈴木軍です。サーリング中央、杉浦が塩崎を捉えています。まあ、これまだ序盤ですけど、試合の、ね、中盤から終盤になってくるとお互いにこうダメージが非常に大きくなってきますから、はい、本来なら、ね、こう場外で呼吸を整えたい場面というのは出てくるはずなんですよね。そうなった時っていうのがこのランバージャック形式の、ね、こう本領といいますか、今までの通常の試合形式とは違う展開になってきますよね。はい、さあ杉浦がロープに塩崎をつけて、さあここから何を見せろっと、今度は場外に引きずり込みましたが、すぐに戻らなければいけません。そうですね、そうですね。さあそのルールですが、場外で手先に飛ばした、鈴木軍が行った、ね、ここで鈴木軍の4人セコンド全員が塩崎を痛めつけます。ただこれはルールにのっとれば塩崎をすぐにリング上戻さなければいけません、はい、やはり鈴木軍一筋縄ではいきません。飯塚セコンド同士場外での戦い、そして鈴木みのるはまだ塩崎を上げません。鈴木が話していたルールにのっとれば、ね、ランバージャックルールすぐに塩崎をマットに上げなければいけません。逆に今ねこうリング上にいる杉浦が呼吸を整える時間帯を作れているわけですよね。はい、佐久間さん、やはりこの鈴木軍そして鈴木みのるが考えていること、です、ね、さらに場外から鈴木みのるが締め上げます。セコンドの鈴木みのる、非常に危険な角度、足首がこの曲がってはいけない方向に曲がっているか塩崎。その間にも飯塚がレフェリーの資格作り出します。矢作間さん、はい、まだ試合序盤ですけれども、まあ、このように鈴木軍のセコンドの介入やはりありましたね。そうですね、まあ、やっぱりねこうダメージというよりもリズムが作りづらいというのが塩崎としてはこれ厄介な展開になりますよね。はい、塩崎もこのランバージャックルールですと戦い方を変える必要も出てくるかもしれないと話していました。あと逆水平、この一発で後楽園ホールが沸きます。やはりこの一発です。この杉浦の、ね、返しのエルボーもかなりきついですよね。逆水平とエルボーと、これはローリングでのキック、杉浦です。ロープに飛ばした、ここは膝が待っていた、これは膝が待っていた、顔面に入ったでしょうか。思わず顔面を抑えてもんどり打った王者塩崎です。そして場外、そして椅子が出てきました。これはいけません、飯塚振り回します。ノアのセコンドに対してパイプ椅子を振り回した、その間にも鈴木みのる、もう椅子の本来座るべき部分、この部分も取れてしまっています。その衝撃を物語っています。一方の杉浦は悠々とこのリング上体力を回復させます。改めて確認しますが、この試合はランバージャックルールです。場外での戦いは認められていません。場外に出た場合にはすぐにマットの上に戻さなければいけないルールです。はい、そうですね。正々堂々リングの中だけで決着をつけさせると話したのは鈴木みのる、ようやく戻しました。矢作間さん、この塩崎のダメージというのは心配ですね。はい、そうですね、まあ、やっぱり杉浦がねこう計算して青コーナーの方に相手あえて場外に出してますよね。本来場外に出ないという戦いなわけですけど、はい、まあ、この辺りでねこうやっぱりちょっとこうリズムを作りづらいかなという感じですよね。そして場外でもやり合っています。やり合ってますね。鈴木みのるとモハメドヨネ、やはりノアとしてもこれは、まあ、塩崎も話していたのはノア全員でコンテルと守るんだと話をしていました。はい、そうですね、まあ、今ね
丸藤直道、中島勝人の2人が G1 クライマックスに出ていて出場中ですから、はい、いない間にね、やっぱベルト流出したいですね。そうですね、はい、まあ、その気持ちもこもっていたでしょうか。逆水平一発場外、さあノアの面々すぐに戻したい、あるいは攻撃を加えようかというところでしたが、鈴木実、やはり鈴木軍統制の取れた動きをします。その間にも塩崎は場外、両者ともに場外です。場外カウントはありません。ナンバージャックルール、リング上での戦いのみで決着がつきます。まあ、徹底してね、こう鈴木軍の方は杉浦をサポートを守っている感じですよね。はい、杉浦は悠々と今リングに戻ろうとしていますが、塩崎は立ち上がれません。2004年にノアでデビュー、2012年に全日本出場となりまして三冠ヘビーも取りました。ただ去年9月に全日本団体団、まあ、フリーとして3年ぶりにノアマットに上がりました。まあ、その時には非常に大きなブーイングもあった塩崎、ただノアの力になりたい、その一心でそのブーイングを歓声へと変えてきました。そして今年 6.12 後楽園ホール大会、ベンジャミンに対して初防衛を果たした後、改めてノア再入団を直訴、丸藤からノアのジャージを三沢光晴さんの家の前でかけられました。あーっと持ち上げていく、さあこれは耐えられるか塩崎、ノア再入団、あーっとこの一発があります。ノア再入団によってこのノアを守っていきたいという気持ちに迷いがなくなったと話した塩崎、迷いなく振り込んだ、いいですね、振り抜き、そして打ち込む塩崎のこの逆水平です。場外でのダメージ当然あるでしょう、しかしその目は死んでいません。あーっと場外、これはいけないですね。あー飯塚、そして鈴木です。さあその隙に杉浦、矢作野さん、こういったところから塩崎はペースを掴んでいきたいはずですが、そうですよね、このように鈴木君が入ってきます。トップロープ、ドロップキック高い、さあノアのセコンドはどうするか。そうですね、ノアのセコンドはすぐに上げます、はい、いいですね。ダメージがある杉浦、塩崎を援護します。ただ塩崎もダメージが残る。GAC ヘビー2度目の防衛戦です。塩崎、一方の杉浦にとっては 5.28 大阪大会で杉浦に敗れた GAC ヘビーのベルトを取り戻すための戦いです。防衛かそれとも奪還か、さあ塩崎持ち上げる、持ち上げる、投げ切れるかブレーンマスター、ただ杉浦が耐えている。もう一度、さあこの気持ち、この表情、あーっと前に投げた。杉浦にとっても GAC 過去4王座のベルトを巻いた当然この実力の杉浦、さあこれは鈴木軍のセコンドはすぐに杉浦を戻さなければいけません。あ、やはりノアのセコンドが行きます。すぐにこのダメージのある杉浦をリングに戻したいところ。あと塩崎は場外に飛んでいった、たまらず自ら場外へと行きました塩崎です。塩崎としては畳みかけたいところ、そうですね、まあ、これそうですね、リングに上げた方がいいですよね。はい、杉浦を破って新王者となった塩崎、あ今鈴木君のセコンドに対して、本来このランバージャックルールを提案したのは鈴木軍、鈴木実です。ルールにのっとってと話した鈴木実、さあここは対角線へ逆水平走り込んだ、汗がしぶきとなって後楽園ホールを舞います。さあそして持っていくか、止めて止めて手拍子を煽る、ここから持っていった、滞空時間の長いその投げを見舞っていきました塩崎です。ノアの力になりたい
ノアを守りたい。あーっといった。去年12月大田区大会では春富士に握手を求められるも拒否。いいですね。お客さんの歓声をブーイングから歓声に変えてから、そう話されました。今では確実に歓声に変わっています。ただスピアー杉浦にとっては去年の年末大田区大会で鈴木軍に入りました。その結果4年半ぶりに GAC ヘビーのベルト丸藤から奪還しました。ベルトがここにあることが全て、そう話した杉浦。中島には初防衛果たしましたが、ただ塩崎に奪われたベルトを取り戻すためこの膝です。王者の2度目の防衛か、それとも杉浦ベルトを取り戻すか。さあトップロープ進ませます。ここから杉浦何を狙うか。首を取ってブレーンバスター行くのか。ここから投げ切った。背中へのダメージがあります。さあそしてカバーに入る。カウントはカウント2。ああそのまま右腕締め上げていく。この右腕、佐久間さん、はい、前哨戦でもこの塩崎の剛腕を必要に狙っていた杉浦選手ですね。かなりテーピングも分厚いですからね、はい、あこれは右肘がっちりと掴んでいます。この剛腕ラリアットの前に杉浦はベルトを失いました。その右腕を警戒しています。やっぱり封じたい思いはあるでしょうね、はい、これまでの前哨戦でも3回痛めつけられてきて、このテーピングの姿も痛々しい。その右腕を杉浦ががっちりと捉えています。意外ときついですね。かなりがっちり決まってますよね。そうですか。完璧に決まってしまっている塩崎。さあここからブレイクできるか。足も絡めながら塩崎の動きを止めようという杉浦です。杉浦この足で本当は首を止めたいんですよね、はい、さああと少しその足伸ばせるか。あーっと苦悶の表情。ただノアを守るためにはここでギブアップするわけにはいきません。足が届きました。勝敗はフォール、ギブアップ、 KO のいずれかで決着します。ランバージャックルール、場外カウントはありません。あーっと右で使えない、左手の逆水平。これはかなりダメージが残っていると考えていいですか、佐久間さん。そうですね、右を使えないとね、ラリアットもそうですし、塩崎としては苦しくなりますね、はい、一方の杉浦は余裕の表情、両手を広げます。あちょっと勢いが落ちましたね。先ほどまではあっといった。さあどよめいて本来の塩崎のこの逆水平見られるか。あっといった。しかし捉えた。もう一度か。蹴り上げました。張り手。あーっと膝が待っていた。杉浦にとっては不意をつかれたか。塩崎としては珍しい攻撃ですからね。そうですね。膝を使っていきました。その剛腕封じられた後、膝で杉浦を仰向けにしました塩崎です。両者ダメージがある。杉浦としてもここは場外にエスケープすることはできません。さあ対角線にらみ合った。バリアット相打ち。おーっと逆水平連続3連発痛めが抜けていいよ。しかしエルボー3連発お返し。しかし迎え撃った塩崎。今度は杉浦、そしてドロップキック高い。美しいドロップキック、真夏の後楽園ホール飛びました。さあ雄たけびを上げるノアに光を、そして大きな地震にあった地元熊本の方々へも光を、その強い決意で臨む塩崎。さあ持ち上げた、止めて前に行った。ゴーフラッシャー来ました、ね、ゴーフラッシャー行きました。さあこれはカウントは2です。
しかし今杉浦も少し力ない言葉声を上げながらなんとか返すのが精一杯という形でした。まあ、正直ね腕のダメージありますから極力ねこうダメージをこれ以上負わないうちに決めたいですよね。はい、さあその右腕痛々しいテーピングの残る右腕高々と上げました。さあこの剛腕で決めにかかるか。杉浦が立ち上がるのを待ってサロープからいったエルボー。ここはエルボーでいきました。ちょっとタイミング合わなかったですよね今。はい、もう一度杉浦を起き上がらせます。ローリングロープに飛んで あーっとここで鈴木ミドル、そして鈴木軍、これはいけません。セコンドの介入です。あーただノーも行く、清宮が行った、二十歳の清宮が行きます。デスプラードロープに飛ばしてノーキック。ここはノアの明るい未来、清宮がデスプラード、そしてまさ北宮です。北宮も向かっていってますね。さあ北宮どうか、そしてマリアット、まさ北宮も見せます。そして今度はモハメドヨネがいる、ノア一丸となってGHCの宝守る、その強い気持ち、杉浦に対してラリアット、そして筋肉筋肉パスター完璧に決まりました。さあノアここから反撃か。ここまでは鈴木軍のセコンドに介入を許していたノア、ただこれ一気に流れを取り戻しました。さあこのノアの仲間の応援を背に、やっと呼んでいた杉浦、さすがにしぶといですよね。しかしもう一度ラリアットを打ち込みました。杉浦隆史ただ一度は返しました。あとただレフェリーは今場外です。塩崎がカバーに入る、ただカウントは入りません。ただそのレフェリーの姿を見て鈴木ミドルスリーパーに行く、あっとこれは危険、国旗式の体勢、しかし谷口が間に合った、谷口が間に合いました。なんとかね臨場1対1にしたいですね。はい、谷口が鈴木ミドル制裁、しかしパイプ椅子です。ああ背後狙われている、四角からパイプ椅子、今度は前から危ない、顔面捉えました。杉浦のパイプ椅子、あまりの光景に後楽園ホールのファンも一瞬言葉を失いました。さあ場外も鈴木軍が制圧、あっと決まってしまうのか、オリンピック予選ラム、これは危ないですね。レフェリーもバット戻ってきた。さあ塩崎返せるか、ノアを守れ、返しましたね、なんとか返した。ただ意識はあるか、力がないですよね、もう食らいたくないですね。はい、無意識だったかもしれません。塩崎ただ左肩を上げました。場内塩崎コール、丸藤は話しました、このノアファンの声援を裏切るな、塩崎よノアを守れですよ、ね、ノアの宝を守れ。ただしかしオリンピック予選スラム、その対戦入っている、エルボー、なんとかそのオリンピック予選スラムは回避しましたが、今度はエルボーが待っていた。やはり最多連続防御14回を誇るソルジャー杉浦隆です。武骨なまでに強さを追い求め、ベルトを押し鈴木軍に入り、完全にその鈴木軍に染まっています。ノアの心はもうないのでしょうか。杉浦これ以上食らいたくないですよ、エルボー強烈ですからね。あっとこのエルボー、塩崎意識はどうか。杉浦はねエルボーの意識飛ばすつもりですよ。はい、さあもう完全に塩崎の意識を飛ばしに来ているか杉浦。レフェリーも突き飛ばして、あまりに危険、塩崎もう何発食らったでしょうか。さあ意識はあるか塩崎。いや佐久間さん、こうなりますと杉浦一気に決めてくる可能性もありますね。もう一回ね予選スラムですよね、やっぱり杉浦は。あとその前にやはり張り手、
復讐の折り返した塩崎、杉浦です。張り手の連打、意識飛ばしてきてますよ。エルボーを食らい、そして張り手を食らい、もう何十発も食らっています。それでも倒れずに、ノアファンの声援を裏切らずに、 GAC のベルト守れるか。ナックルか、拳を握っている、ロープに飛んで、あーポーリアット逆、左を抜きました、塩崎。さあ形勢逆転か。さあここでいきますか、リミットブレイク、リミットブレイク、さあ完璧リミットブレイク入った。ここからのフォアフラリアットが、おお、ワンで返しました。フラリアットですね。これはリミットブレイクを完璧に受けて、その上でワンで返した杉浦。しかし後半のリアット、その逆、杉浦の左腕、今度は塩崎ワンで返した。壮絶、あまりに壮絶、意地と意地、 GHC ヘビーのベルトを巡る戦い、どっちの気持ちが強いのか。さあ完全決着ルール、時間無制限一本勝負。この時間になってまだ落ちてないですよ。まだ両者その腕に力がこもります。うわ、この響く鈍い音、一方の杉浦のエルボー。この時間になってもまだ塩崎打ち込みます。さあ少し塩崎がよろめいた。ただ両手のひら開いているのは杉浦、もっと打ってこい。そこに打ち込んだ逆水平、声を上げながら打つ杉浦。2度目の防衛か塩崎、それともベルトを奪い返すのか杉浦。真夏の夜の頂上決戦、ちょっと杉浦のエルボーに力が落ちてきましたよね。少しその右腕、足の、ね、踏ん張りが効かなくなってきてますよね。踏み込みがないですよね。ダメージがあるんですが、あっと、しかしここでここに来てまた蘇りましたね。蘇った、何度でも蘇ってくる杉浦。すごいスタミナですよね。これこそが杉浦です、このスタミナ。いや、むしろ溜めてただけなんじゃないかと思うぐらいですよね。最多連続防衛記録14回を誇ります GHC ヘビーのベルトへ、その執着心は並々ならぬものがあります。その杉浦に対して塩崎はノアの誇り守れるか。あと両膝をついた塩崎、起き上がらせて左腕、やはり左です、右を打つ、あーっと、あ、パンチだ、ナックル、これはナックルです。あー、ラリアット、本当に打って倒れた、さあ危ない、塩崎、どうだ、カウント、返しましたね、ギリギリ返しました、塩崎、決まってもおかしくない。あーっと、杉浦、気持ちが前面に出てきます。鈴木軍に入り、4年半ぶりに GAC ヘビーのベルトを巻きました。ただ2度目の防衛戦でわずか4ヶ月で塩崎にベルトを奪われました。その復讐か、杉浦オリンピック予選スラム完璧、杉浦がベルトを取り返した。ノアをノアを守れなかった塩崎号、中島のいないのは箱舟の先頭に立つ男塩崎、そのベルト守ることはできませんでした。再び GHC ヘビーのベルトが鈴木軍に流出します。そして杉浦、塩崎の顔を踏みつけます。左手には再び手にした GHC ヘビーのベルト、26分54秒オリンピック予選スラム、王者塩崎を緑のマットに完璧なまでに
仰向けにして3カウントを奪います。さあマイクです。先生堂々と一対一の男同士の戦いでチャンピオンになった杉浦が来るのがあったです。こんな大事な時に丸藤中島よそなんか出てる場合じゃねえんじゃねえのかこら。私利私欲に走った丸藤中島なんてな、まあ、俺たちの敵でも何でもねえんだ。もう帰ってこなくていいからね。さあ新しいチャンピオン杉浦隆にもう一度拍手だ。さあよく来て。どんなことしたってな、何が起きたってな、俺たち鈴木が一番。初日ビッグスのスペシャルは、あっとマイバッハ、マイバッハが来た、マイバッハが来ました。さすまたを持ってマスクをつけてマイバッハ谷口です。マスクは取っていた谷口ですが、ただマスクをつけてさすまた鈴木みのるを場外に出して、うわあっと一気にマイバッハコール、後楽園ホールからも沸きます。ノアが失ったベルト、おっと頭からいったラリアット、マイバッハ谷口がこのベルトを取り返しに行くのか。おっとそしてテーブルですよ、テーブルを取り出した。そしてテーブルをマットの中央に立てました。杉浦はまだ立てません。さあここに叩きつけようというのかマイバッハ。ノアが失った GHC ヘビーのベルト、次に名乗りを上げるのはこのマイバッハなのか。さあ杉浦をテーブルの上仰向けにしました。さあそしてマイバッハ行くのか、トップロープに登る。さあトップロープから、あっといった、テーブル真っ二つ。マイバッハ杉浦に対して飛んでいきました。そしてマイク、次は俺だ。マイバッハ谷口が名乗りを上げました。いやあえてねマスクをかぶってこのラフなマイバッハ谷口で戦うという意思表示ですかね。これはそうですか、まあ、このマスクを取ってこのノアのマットを上がっていたマイバッハ谷口ですが、再びこのマスクをつけてさすまたを持ってですからね。そうですね、はい、このラフなマイバッハ谷口、その戦いを挑むというその宣戦布告テーブル